久しぶりに帰ってきたら何もかも変わってた。時代が彼らの世界を変えた。ヤクザという生き方を選び、移ろう時代とともに家族を愛した。ヤクザの人権なんてな、とうの昔になくなってんだよ。生きる権利奪ってんのそっちだろうが。あんたが私たちの前に現れて死なせるわ。かけがえのない絆を前に、男は全てをかけて運命に挑んだ。ヤクザと家族。